えー、ラジオレモネード、本日も LA からお送りしますが、本日のお題はチャームポイント。えー、チャームポイント、そうですね、あの、まあ、ああの、ゼペットスターの木村さんなんかの場合には、あの、その軽妙なトークと、その、えっ、ー、と、100万ドルのスマイルと、えっ、ー、と、あの、なんでしょうあの、あの、どこまでも伸びている手、あの、あの長い手足とか、たくさんの、あの、チャームポイントをお持ちの方には、 ねえあれなんですけども私なんてあんまり自分の例えばルックスで言いましてもあのもともとがあの子供の頃にあの太ってて太ってたりとかしたもんですから基本的にはあの痩せた今ですら何かそのコンプレックスっていうのはあのその とどまるところを知らず、あの、常に、あの、あり続けてしまうという、別に痩せたからとか、そういう問題じゃなくて、一度なんか根付いてしまったコンプレックスというのは、あの、大人になろうが、何をしようが、克服する、克服できないものだということは、この年になって,て、やっと気づいておりますね。その分ですね、あの、そのコンプレックスの代わりに、あの、何か、その、それに代替されるような、例えば僕で言えば、なんかロックであるとか、ロックの音楽を作り出すことであるとかっていう、 ものをなんかこう逆にあのーさっぴいて差し出していかない限りはなんかそのコンプレックスがなくなるんではなくてそのコンプレックスを追い隠すようにあのなものがないとあのダメないような気がしております。ってことであのチャームポイントなんですけどだから自分の場合はちょっとよくわからないんですけどもその 例えばそうですねあのー、僕から見て、例えば木村君なんていうのは、あのー、そのそ何でしょう、例えばあの横とかにいていても、なんかこうあの当たり障りがないというか、なんかあの安心するという気があの男の僕ですらあのする感じがするんですよ。そんな深い付き合いをした木村君と僕ではないのですが、なんかこうあのツアー先でもなんかこう気軽に。あの 東京にいる村君村くんに出まして、あの明日仙台来て歌えよって言ったら、おいしようかなんかって来てたその身軽さにもすごくなんかチャーミングさを僕は木村くんに感じたりもするし、もちろんあの歌を聴けばあの、あの、なんでしょう。 男も濡らすそのセクシーボイスで、あのやっぱりあの私の心を掴んで話さない木村君がいたりするのですが、そして木村君のチャームポイントを並べ立てて、あの一応これは Q の,の私はあの販売促進のつもりで、一応木村君のチャームポイントを並べてみたのですが、いかがなものでしょうか。それでは